では次は月で検証してみましょう。じゃあまず、力でいってみて。 OK、 よし。じゃあ今度は体の力は抜いて、手だけが遠くにかね、手が遠くに行って重さが入ってくるね。よし、よし、 OK。 では説明します。普通にちょっと力で殴ってみてください。はい、この状態っていうのは、まあ、当然肩とか腕が力んでしまってここバラバラになってますね。なのでこういう部分の筋肉で、まあ、打ってる状態なので、あんまり軽いし力もどっかで逃げています。で今度は力を抜きます。リラックスをすると体がつながりますね。ここがとここがつながります。そして手が遠くに行きますね。手が遠くに行くことによって、手が遠くに行くという動きによってここが伸びます。伸びるからこことここがまたつながります。それによって全身の重さが相手に伝わると。手が遠くに行くという動きによって全身の重さが伝わる。これを相手に伝えていきます。力を抜いて、そう、 OK、 いいね。空手のダブルツイストと言われるようなものも動きでつないでいると言えると思います。いわゆるダブルツイストと呼ばれるものは、一度腰を入れてグッとひねって、そしてそれを戻すことによって突きの威力を出していく動きだと思います。先ほど説明した手が遠くに離れていく、これによって、この動きによって伸びます。伸びることによって体がつながって威力を出す。このダブルツイストと呼ばれるものは、腰が先に動きます。腰が先に動くことによって手と体が離れます。離れることによって伸びます。そして手がそれについてきて動きます。で、相手に当たる瞬間にまた腰が逆側に離れます。そうするとまた手と体が離れて伸びます。これによって手と体が一体化しているので、相手に当たる瞬間に強烈な威力になります。ではちょっと検証してみましょう。では、普通に、いわゆる普通に腰を入れるだけですね。腰を入れるだけで、じゃあちょっとついてみましょう。はい、あ、拳でいいですよ。拳で腰を入れてついてみましょう。よし、こんな感じですね。はい、では今度は一度腰を入れてそれを戻すですね。そう、その時にピンと、この動きによって体がつながって、つながったものがまた当たる瞬間にピンとまた張る感じですね。これによって相手に重さを伝えます。どうぞ。 OK、 いいですね。体を一体化した重たい突きになりました。また手から動く突きは相手に情報を与えないという利点があります。